からね。初めてでした。初めての生クリーム。いやなんかどんな気分でした、はい、生クリームの。あれですね、なんかこうパテとかで塗ってくれてたじゃないですか、ヤミちゃんが。だからすごくショートケーキになった気分。私はスポンジケーキ。綺麗に塗ってくれよってやってる気分。なるほど、はい、すっごい今でもなんか甘いですもん、うん、匂いが甘い。甘い、ね、すごいすごいですね、うん、なんか生クリームパックしてる気分で。あパック、うん、そう、油分がいい具合に。油分がかなり良かったですね。保湿されたかなと、うんうん、思います。はい、ありがとうございます。こちらこそ、とってもいい経験になりました。ところで、うん、はい、ちょっと質問があって、はい、アッキーにとって、うん、ドレスとはどういうもの？ドレスとは、うん、背伸びをするための魔法。そう、バイバイアキっていう感じですね。なんか普段日常でちょっと違う自分を演じたくても、うん、演じられない一歩踏み出せないことってあると思うんですけど、それをちょっと綺麗な洋服着たりとか、あと自分の好きな洋服を着るだけでちょっとした自信になって、なんか前に進める気がすると。なるほど。はい、そんな気がするので、じゃあ魔法。魔法ですね。そうなんですね、はい、なるほど。ドレスとは、はい、背伸びをするための魔法。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。今後なんか活動とかはされるんですか？そうですね、新しい CD を作ったり、来年はできれば全国にツアーに回りたいなと。あ、そうなんですね。はい、まだ全然予定はできてないんですけど、うん、近々では12月13日に下北沢エラというところで、あ、やるんですね。はい、ライブをやります。それが年内最後の年内最後の、はい、ライブをさせる。じゃあクリームドレスがいつか、はい、うん、そうですね、やる時が、うん、そう、ぜひとも全面プロデュースを。え、あ、本当ですか？してもらいたい。ドレスの、うんうん、あるかもしれない。そうですね、はい、うん、うちの、あのジャケットもぜひとも真っ白にしてください。え、本当ですか？そう、ヤミさんの絵で真っ白に。真っ白に。いや、白いペインティングをぜひともしてください。いつの日か。あ、じゃあハニーポケットも白くなるという。白くなります。いや、じゃあその時はお願いします。はい、ありがとうございます。ぜひとも今日、はい、なきさんでした。はい、ありがとうございました。